こんにちは。子どもの人権を守る会千葉支部、タカさんです。本日も読みます。道は必ずある、諦めず切り開こう。必ずやればできるんです。道を切り開くことより面白いことはないです。誰もやったことないことをやってみましょう。はい、今日は、思考を変えてですね、頭の良い子供を育てるために親御さんは何をすればいいのか、それを、解説していきたいと思います。私がまず一番大事なことは、生まれる前から読み聞かせ、こういったことをしていくこと。人間の脳はですね、非常に不思議な性質を持っていまして、耳から入った言語情報が入ると活性化するらしいです。これは、例えば脳が、一部が機能しなくなって、植物状態になった人でも言葉を聞かせていると脳が活性化されて意識が戻る、そういった報告もあります。そういった、脳の不思議な能力を考えても、この読み聞かせというのはものすごい未知の力を秘めていると思います。生まれる前からもおそらく効果があると思われるんですけども、生まれた後、赤ちゃん0歳児、1歳児、2歳児、3歳、このぐらいまでに毎日、寝る前でも構いませんから、寝ている時でもおそらく効果があるのではないかと思われます。とにかく脳が活動して耳からの音声情報を認識できる状態の時に読み聞かせを行う、これが脳の成長に著しい影響を与えるものと思われます。これを小さな頃から行っていると明らかに言語能力が高くなります。言語能力の高さが人生を大きく左右します。なぜならば、本を読んだりインターネットで自分で物事を調べて理解する能力、この自発的に調べて、ね、情報をインプットする能力、これは言語能力がないと難しいのです。耳で入る情報は理解できる、それと文字、目で入った情報を理解できる、スピードが全然違うんです。文字を理解し、読んで理解するスピードの方が圧倒的に速いんです。速読みたいにパラパラ読まなくても、普通に読めるだけで十分耳から入る情報よりも早く、物事を理解できるようになります。したがって言語能力は最も大切な能力なんです。それを、育てるためには読み聞かせです。これをずっと行っているだけで、かなりの言語能力が発達促されると思います。有名な予備校の先生いらっしゃいますよね。林修先生ですか。今でしょって言ってますよね。あの方もやはり小さい頃しっかり読み聞かせをされていたようで、すでに幼稚園入るぐらいまでには自分で紙芝居みたいな形で物語を語れる、そのような状態になっていたと聞いています。世の中の偉人の方々、あるいは、それなりの経歴の方々、大体の方々が幼い頃本を読み聞かされていたと聞きます。これ非常に重要なことです。しかもこういった読み聞かせが行われるのは比較的、富裕層の方が多い。富裕層はこういった幼い頃から本を読み聞かせてもらっている。それが、言語能力の高さにつながります。これがないと、あるのとないのでは脳の発達に、大きな違いが出ますので非常に重要だと思います。これをまずやっていただきたい。まず1点。その後ですね、ある程度、大きくなって、
言語が分かるようになった時にやるべきことは、まず目標を持ってもらうことですね。何かになりたい、こうありたい、そういった目標を持てるようにすること、これが周りの大人の重要な、ことだと思います。これを持たせることによって子どもは著しく努力し始めます。努力が始まります。知らず知らずのうちに努力をして、その努力をするということが生きる力につながるんです。したがって目標を持たせること、何でもいいんです。とにかくなりたい、こうなりたい、そう思わせればそれでいいんです。そういったことを示すためには、分かりやすいワードでなりたいことを示す。分かりやすいワードです。職業でもいいんです。職業でもいいんですけども、職業を示した場合はそのために何をすればそれになれるのか、分かりやすいワードでこうそれを示してあげなければいけないんです。例えばケーキ屋さんになりたい女の子が言った場合は、じゃあケーキ今度一緒に作ってみようか。ケーキを作って、一緒に作って、ケーキを作ることによってものすごくたくさんのことを学びます。材料はどんなものがいるのか、どういった手順で作るのか、そういったことを勉強していくだけで生きる力を身につけるんです。いいんです。そのなりたいと思った職業に最終的につくかつかないかは自由なんです。これから変えてもいいんです。ただなりたいと思ったことを、挑戦してみる、その過程を知る、その努力をする、それが大事なんです。ですのでなりたいことを助けること、そして決して否定しないこと、否定だけはしてはいけません。そんなの難しいんだよ、なれると思ってるの、最悪です。最悪ですよ。子供がせっかくこれやってみたい、その好奇心を育てるのが親の仕事なんです。それをするだけでものすごく生きる力を持った賢い大人に成長します。絶対に好奇心を踏みにじってはいけないんです。好奇心を伸ばす、好奇心を大人になるまで持ち続ける、これが成長し続けることなんです。脳の成長は死ぬまで続きます。絶対になりたいことを助け、この決して否定しない、これが重要なんです。これをするだけで子供は勝手に好奇心が芽生え、それに向かって調べて何をすればいいのか考えて行動する、そういったプロセスが育ちます。これが重要なんです。私は小学校1年生入学した当時に先生に最初に言われた言葉は忘れられません。一言です。お前ら賢くなりたいか、賢くなりたいか、この一言です。小学校1年生にでも分かる一言、賢くなりたいか、賢くなりたい、この問いかけに対してこの先生はその後何と続けたか想像つきますか。実はこう言ったんです。学校でしっかり勉強しろよ、しっかり勉強したら家で勉強する必要ないからな、学校で全部覚えればいいんだ。これ小学校1年生にとって簡単だけれども非常に重要なことを教えていると思うんです。つまり集中してやれと、勉強は集中してやれ、そして学校以外のところではもっと大きな視野でよく学び、よく遊べということです。遊びも勉強のうちなんです。家に帰っても学校の勉強の続きをする必要はないんです。逆に学校でできないことを学ぶこと、それが
子供の成長につながること。だって学校で机に向かって勉強してるのと外で子供たちが集まって体を動かして遊んでること全く違いますよね。それを教えてくれた。私は今でもその恩師の言葉がはっきりと残っています。小学校1年生の最初の話です。今でもはっきり覚えてます。小学校あの何名の方の先生も担任の先生 いたんですけども、その言葉が忘れられずに今でも先生の名前は覚えてます。本当に不思議なものです。小学校1年生のたかだか6歳のその記憶が鮮明に残ってます。賢くなりたいか、そしてしっかり学校で勉強すればそれでいいんだと、あの言葉の意味が分かるようになるまで何年かかったのか分からないですけど、そういうことなんですよ。分かりやすい言葉でなりたいことを示す、そしてなりたいことを助け決して否定しないこと、これが大事だと思います。はっきり言ってあの先生は今の文部科学省が設定している教育指導要項ですか、なんかその辺と、合致してる 100% 合致してるとは思わないですけども、非常に大切なことを教えてくれたと思っています。そういった素晴らしい人との出会いが子供たちを成長させていきます。ぜひとも子供たちに好奇心を持たせて、それを育てて生きる力を身につけさせてください。自分でやりたいことを見つけて何を すべきか良いのか自分で調べられるようになって、自分で努力できるようになれば一人前です。ただその前になりたいとなった時にどうすればいいのか手助けをしてあげる、それは周りの大人の役割です。手助けをしてあげてください。決して否定しないでください。子どもの能力を生かすも殺すも大人次第、これは本当に大事なことだと思います。教育とは何か、学校で授業を受けることだけではないんです。学校で何をするのか、子どもがどういう意識で勉強するのか、ただ勉強しても効果はないんです。受験勉強で何時間勉強した、これは関係ないんです。この時間でこれだけの量を理解した、これが大事なんです。理解できなければ何の意味もないんです。かけた時間イコール成果ではないんです。これをしっかり理解していただきたい。好奇心を持って勉強するのといやいややっているのではこの理解力に大きな差が出ます。好奇心を持つこと、それこそが成功への秘密です。しっかりと好奇心を育てて立派な人間を育ててください。以上です。親子なんですよ。ぶっ壊す。